はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト8のパート37を始めたいと思います。前回ですね、このバトルロード、これ今撮ってる場所なんですけど、まあここで自分のチームカズボーアイランドができましたね。そしてまあね、ランクがあるみたいで、まあ G ランクっていうね、多分一番下のランクなんですけど、そこをギリギリ勝てたような感じですね。結構ギリって言えばいいのかな、結構ギリですね。なので多分ね、ランク G の次だから F ですね。次戦ったら多分 F ランクなんでしょうけど、多分戦ったら絶対やられるんで、まあね、モンスターをスカウトしてきて、強いモンスターを揃えて戦ってくれっていう話なんですけど、まあね、魔法の鍵を手に入れたんで、今回そうね、今まで通ってきた開かなかった宝箱巡りをちょっとやってみようかなと思います。それでね、その後にまあ本当にスカウトモンスター集めようかなって思うんですけど、ちょっとねレベルが足りないので、レベル上げちょっとやろうかなって思います。なのでとりあえず魔法の鍵巡りをしたいと思います。ではね、また要所要所だけとりあえず魔法の鍵開けていきたいと思います。はい、まずマイエラ修道院の近くにあったこの開かない魔法の鍵で宝箱ですね。小さなメダルが入ってましたね。ここも鍵かかってましたね。そしてはい、そしてこのアスカンタとパルミドをつなぐ場所のこっちですね。ここにも1個ありましたね。はい、守りの種が入ってます。あとね、はい、そして荒野の山小屋のこう南西のここですね。南西かな、ここ。南西って言えばいいのかな。ちょっと地図上で言うとこういうちょっと分かりづらいところなんですけどね。ここにも1個ありますね。はい、これですね。一番こうゲルダの家の一番左下の奥に1個ありますね。スキルの種、これいいですよね。スキルの種はこれ取っといた方が絶対いいですね。そしてはい、ありました、これですね。これなんだろう。お、金の指輪ありますね。あとね、あとどこだっけな。はい、やりました。これ私がよく泊まりに行く川沿いの教会があるんですけど、そこのね、ずっと上の方に1個ありますね。はい、この上の方ですね。小さなメダルと呪文。そしてはい、そしてこの右教会ですね、川沿いの教会のちょっと左側の、まあちょっと分かりづらいんですけど、マイエラ修道院と教会の間かな、間って言えばいいのかな、そのあたりの上ですね、ここ。お、鋼の剣が入ってるんだ。あ、これいいですね、鋼の剣。あ、でも攻撃力下がるな。剣を装備する際は今一番強いんじゃないでしょうかね。これで魔法の鍵はで、開けるのは多分全部7種類だったかな。確か、プレイステーション2でやった時なんかそのぐらいのような気がしました。この 3DS 版でもしかして増えてるんだったら、それはちょっとまだわからないんですけど、自分の知ってる限り探したらこんな感じでしたね。はい、魔法の鍵。で、開けられる場所、あれ多分あれで全部ですね。そして、トロ殿城に来たんですけど、ここに例のピカピカ光るメタルのあいつがいるので、まあ、あいつをね、ちょっとね、探してね、
一匹ぐらい倒したとこ見せてあげようかなって思ってね。ここ入れるのかな。で、コメントいただいたんですけど、3階結構いるらしいですね。はい、ジェシカはレベル25に上がりました。25ですね。全員30くらいは欲しいですね。フバーハ、フバーハというのはあのブレス系、あの炎の息とか氷の息とかあるじゃないですか。あれのダメージを軽減させる効果があります。なのでね、そろそろ何か格闘を上げるって言って全然上げてなかったですね。約束は守ります、上げます、ね、もうちょっと強くなったらもう素手だけでやります。開始の刺激が出やすくなった。素手で攻撃力が上がったらちょうど武器持ってると同じぐらいの強さになると思うので、そこら辺からやるとは思いますけどね。あ、いた、いました。こいつ倒したらね、ものすごい経験値持ってるんで、目標はじゃあ2体、いや3体かな。大魔神斬り逃げました。クソ、1匹ぐらい倒したいですね。倒すまで収録したいと思います。今回はそうは簡単にいかないですね、あのメタルはね、真面目に。あ、いた、出てきますね、結構本当に。やっぱコメントのね、話は聞くものですね。ただ倒せるかって問題なんですよね。大魔神斬り覚えたので、一回使ってみたいですよね。もっと一すべては使えない。あ、どうなんだろう。あ、ギラ、あ、もしかしたらいけるかも。当たれば倒せますね。寝ないよな。あー無理かー、あーダメだ、全然当たらない。なんだこれ、6回外れてますから。おおお、いいぞ、もしかしていけるかも。いけないか、頑張れ主人公とヤンガス、カズボーとヤンガス頑張れ、いけー。あーダメだ、いけ、あうわー8回外れた、本当にめっちゃはぐれですね。逃げるかな、さすが逃げた。くっそ全然倒せない、くっそメタルが倒せない。これ2匹倒したら美味しいですよ。もう2匹のが2万、経験値2万逃してますからね。もうね、あいつ1万持ってますからね。1万50とか確かそんなん持ってまして、じゃあ探そう。できれば倒した絵を収録したいんですけどね。まあ絵をっていうか、まあそんな絵をっていうぐらいの技術持ってるわけじゃないんですけどね、私ね。まあ、半分趣味でやってますからね、実況ね、うん、半分ね、半分趣味、うん、半分趣味ですね。もうあの RPG なんて趣味と自己満とこう見てくれる人がね、どう面白く見てくれるかなって、どうもそれしか考えてないでね、自分本当にね。やっぱり本当にね、やっぱそういう支えがあってありがたいですよ。私はすごいありがたいですよ。だからそういう瞬間ですよね、やっててよかったなーって感じるのはね。こうやってやっぱ好きなものをやっててね、それを共感していただける方がいて、まあすごい満足ですよ、ね、こう視聴者の方は本当に神様ですね。あ、いた、いた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 、お、後ろから、後ろからだ、もしかしたらいけるか。いいね、やっぱ出てくる姿見るだけでやっぱテンション上がりますね。逃げるかな、全然倒せないですね。本当に運がいいと、良くなければ無理ですね、こいつは。うわー、もう3連続逃げ、
もう出てくるところだけ収録します。はい、いました。本当にこの動きなんかあれですよね、なんか部屋にたまに出るじゃないですか。お、驚き戸惑っている。やった。あの G ってたまに出るっていうか、なんか全然何も考えてない時に出ますよね、 G ってね。ほら来た。はい、1万50ポイント。主人公上がらないし、なんかそれレベル27に上がった。12、いいですね。これが欲しかったんですね。1万50なんて他のモンスター戦ってらんないですよね。もうこれがあれじゃ、このスキルポイントがありません。71あっても、ククールは25に上がる。ゼシカも上がらない。もう1匹ぐらい倒したいですよね、せめて。7ポイントだって。冷たい笑みが52で覚えるんだって。結構遠いんだな。じゃあ弓が32で、1234567と、これでいいか。あ、これでいいかって、これしかないのか。弓のスキル、アローソルジャーになった。弓装備時の攻撃力は10増えた。いいですね。弓の時攻撃力上がりますよ。10ってちょっと強い装備したら上がるぐらいですよね。もう一匹行こうか、じゃあね。もう一匹行こうかってさっきからずっと言ってるね。いや、メタル狩りはなかなか面白いですね、これね。ここずっと行ったり来たりして、エンカウントシンボルなんでね、メタルスライム、あ、メタルスライムじゃない、はぐれメタルですぐ上がりますからね。本当に気持ち悪い動きしますからね。地面張ったような動き。もう動き見るとなんか、やっぱ本当に速いって感じしますよね。例の黒い G も速いですからね。本当にね、人の手の届かないようなところに隠れてますからね。あ、いた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 。ありがとうございましょう。お、逃げない。これもしかしていけるかな。さっき主人公が倒したんでね、次アンガスあたりがね決めてくれたらかっこいいです。おーら、決まった。普段いいですね。普段の行いがいいんだな、これな。1万50。さすがに上がってんすよ、主人公ね。28だって。30くらい欲しいですよね。6のスキルポイント。剣も上げたいですよね。剣も上げたいけど、槍で34で、回心率上昇。あ、いいですね、これ。メタルも貫く最強の槍。これでいいかな、じゃあ。はい。伝説の槍使いになった、だって。槍での攻撃時、回心の一撃が出やすくなった。ゼシカは26に上がった。さすがに2匹倒して1が上がる感じですね。もう13もマジックポイント上がりました。7ポイント。何も覚えませんね。杖スキル。格闘、そうですね。あ、ちょうど5を上げたらあ、なるほど。素手での攻撃時に、ファイナリストだって。ファイナリストになった。武器装備してない時の攻撃力は20増えた。あ、やっとね、痛いについて。お、また上がりましたね、ククール。ってことは次戦ってもククール上がらないってことですね、しばらく。6ポイント。6ポイントどうしようね。サミダレ打ちもいいですね。これ覚えたらメタル結構楽ですもんね。38までやっておきましょう。はい。去年はこんな感じですね。じゃあリレミト。出ましょう。2ぐらい、2か、1か。1上がりましたね。ククルだけ2上がったのかな、じゃあ。こんな感じですね。じゃあ次回は、スカウトモンスター。闘技場で倒せる、戦えるモンスターを多分倒したら仲間に入る。いっぱいいたじゃないですか。なんか誇り高き騎士とかね、なんかでなんだっけ、竜商人伝助だっけ、なんかそんななんか強いモンスターいたじゃないですか。ああいうの入れたらランク G だから F には勝てるんじゃないかなとは思うんですよね。そして次回そういうモンスターを入れようとは思います。で、ね、だいぶレベル上がってきてね、37かパート。じゃあ38でそのモンスターとかいろいろ戦ったりしましょう。いろいろ探してみましょう。面白いのもしかしたらいると思うんでね。ということでね、ここで終わりたいと思います。まあ今こういうストーリーに全然関係ない動画だったんですけど、まあちょっともう一つちょっと自分のことちょっと話したいと思うんですけど、
もうね、いつも本当に来ていただいている方、すごく感謝していますので、ね、本当にやっぱ糧になるし、やる気も出るし、すごい元気もらってますね。やっぱね、みんな本当に楽しんでやってるんで、本当に、自分のコメント欄に来てる方って大体、ね、こう似たような方たちじゃないですか。まだそんなでっかいチャンネルじゃないのでね。で、私も返せるので全然返しますし、でも本当にいい方たちばっかりなんですね。もう本当にゲーム実況者に限らず、本当に YouTuber の方とも本当に仲良くしてもらってますし、私も尊敬してる方とかね、実況大好きな方とかいるんですね。でもね、実況はね、本当にね、年取ってもずっとやっていこうと思ってますので、まあこんな至らぬところ、至らぬ私ですけど、ね、本当にゲームにかけての、まあ、情熱と、まあ、信念って言えばいいのかな、本当にちっちゃい時からやってたんで、面白いゲームもいっぱいしてますし、ね、本当にゲーム大好きなんで、伝えていければいいかなと。で、今回だけちょっと言わせていただこうかなと思いまして、本当にいつもいつも感謝しています。ありがとうございます。で、今回ここで終わりたいと思います。この先38以降、また、だんだん頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。続きが見たい方、気になる方、面白いと思った方は、画面右下にあるチャンネル登録ボタンのクリックをよろしくお願いします。タブレット、スマートフォンの方は、この画面の下にあるチャンネル登録ボタンのクリックをよろしくお願いします。カズボーはフリーのホラーゲーム、探索ゲーム、ロールプレイングゲームを中心に挙げておりますが、これ面白いよ、やってみて。初見でカズボーをビビらせてやろうなどなど、ゲームのリクエストなどもどんどんやっていくので、ぜひ何かあればコメント欄への記入をお待ちしております。